10メートルですね。目の前にあったのは右派干渉性という合計10メートルの電波望遠鏡。ケーブルでつないだ6台のアンテナを同時に動かすことで、なんと直径600メートルの電波望遠鏡と同じ性能を発揮するそうです。気になるのはこれ変の電車来ますよ、これ。これ何？これは木野川さん、何ですか？はい、こちらはですね、この望遠鏡を動かすためのレールなんですよ。このアンテナを動かすためだけの？そうです。すげえ。通りでね、このね、幅が、線路の幅がさ、京急より広いなと思ったんで。よく続きましたね。おそらく日本で一番広いんじゃないかと思ってますけど。この幅は広いよ。どこまで続くよ。これが実際に動かしている映像。狙う天体によって位置を変えなければならないため、これも相当すごいんだ。でもやっぱり気になるのは、はい、その大きな45メートルっていうのを話を聞いて、私たちここにしたんですよ。本当はないんじゃないですか。見るかもなんかこの辺にないですね。ないですよ。ないです。あるわけないよ。ちょっと勝手してるわけではないですけども、だって45メートルあったら見えますよ、ね。ね、どこですか、早く警察さん。一番奥の方にですね。なんだまだまだすると、目に飛び込んできたのは、見たここにあったのは、野辺山観測所の中でも抜群の存在感を放つ45メートルの電波望遠鏡。完成から30年以上も第一線で活躍を続けているそうです。いや、本当に近く来たら大きい。高い。これはすごい。すごい。かっこいいな。高さはどれくらいなんですか。高さはですね、50メートルぐらいになりますね。50。しかしあそこのさ、なんだろう、このパラボラはこう曲がるわけですよ。そうですね、ぐるっと、はい、なんと総重量は700トンもあるといい、ミリ波という種類の電波を受信する望遠鏡としては世界最大級の大きさを誇るという。これ以上は近づけないんですかね。いや、ですね、近くですので、はい、今からですね、この中に入ってですね、ちょっと登ってみたいと。やったー。どこまで登れるんですか。ちょっと下のですね、見上がるところ、まで登ることができます。これはね、もう上で見なきゃダメですよ。ということで、変身完了よ。はあ、どうしたの皆さん。あれ、なんで変身完了するの。変わってないじゃないですか。いや、俺ちょっと高いとこ苦手なんで。ストレートなんて言うんだ。酸素薄いんだよ。まあほらほら、ね、立ち入りはご遠慮くださいって、こういうルールを守るわけですよ。特別な許可を得た。フラチなやつらね。いいって言うから行くんですよ。じゃあ行ってくださいよ。私は下から中継してください。はい、わかりました。では、電波望遠鏡のパラボラの下、ちょうど首の部分に当たる場所まで登ってみることに。大きいのでですね、なるべく辛くするためにカーボン、
上に銀の胴体とってことで、まあ、電波を反射する塗料を塗って、白い塗料をさらに塗ってるっていう感じですね。はい、まあ、ですがやはりこれだけ大きいので、そんだけ軽くしてるといってもですね、100トンぐらい、この上だけで。上だけで100トン、はい、よくこの重量を支えてますね。ですね、はい。45メートル電波望遠鏡の大きさを肌で感じたところで、おーい、聞こえるか。次に案内されたのは電波望遠鏡のすぐ目の前にある観測室。チェック、お帰りなさいませ。あ、帰ってきました。はい、こちら観測室になります、はい、中ではですね、研究者の方がですね、待ってますので、早速入っていきましょう、はいはい、そこで出迎えてくれたのは、自身も電波望遠鏡で研究をしているという鳥居和文特任助教。早速、観測室を案内していただくと、こちらがですね、はい、実際に宇宙を観測する前の位置調整の観測の様子を示してまして、こちらの45メートル望遠鏡を実際に空のある方向を向いて観測するわけですけども、その精度がだいたい角度で1000分の1とか2000分の1度というような精度で観測しています。そんなに細かいんですか。そう、なんと電波望遠鏡は最終的に空の一点を正しく見なければならないため、2000分の1度という単位で細かく微調整をしているそうで、でこちらがですね、はい、実際にこの45メートル望遠鏡で撮った電波、宇宙からの電波、スペクトルと呼んでますけども、スペクトルの様子です。でこちらいくつか表示されてますけども、例えばあるところにピコンと山が立ってると思いますけども、はい、これが宇宙からのシグナルです。そうなんだ、宇宙からのシグナルかっこいい。シグナルが来てるんですね。ええ、このグラフの山が高いほど宇宙からの電波が強いという証拠だそうで、こちらはハッブル宇宙望遠鏡で撮影をしたオリオン大星雲、それを電波望遠鏡で画像化したのが、でここに対して野辺山で実際に観測した絵がこちらです。出た、まあ、本当にこの中心部分かりますか。はい、こちら先ほどようなスペクトルをですね、一点一点観測して合計100万個以上集めまして、でこのような1枚の絵にすると。そう、一見簡単に撮影できそうな電波望遠鏡の画像だが、実は先ほどの観測データを無数に集めることでできた代物。こういうのを見てると、こちらに比べたら、そう、これ、ね、45メートル使ってこれだったらいいんですよ。ちょっとワクワク、これだけ税金使ってこれだったらなんか我々国民も納得しますよ。ありがとうございます。野辺山やるね。そして鳥居さんはこの技術を使い、天の川銀河にある大星雲を広範囲にわたり調べているそうです。あら、こちら一緒の場所を上下で同じ場所です、はい、下が野辺山で撮った電波の絵で、上がアメリカのスピッツァーという宇宙衛星で撮った赤外線の絵なんですけども、もうこれ一個一個が、はい、例えばオリオン大星雲のようなものだと思っていただいて、すごいね、もう遠近感なくしますね。鳥居さんによれば、この画像を分析することで巨大な星が生まれる誕生のメカニズムを解明することができるそうで、特にこの白く光っているところ、赤い領域がですね、オリオン大星雲のように今重たい星が生まれているというような場所です。そういった場所でどういったようなガスが分布しているかとか、どういった環境でこの星が生まれたかということを、もう詳細に余すことなく明らかにしたというのがこの観測です。証拠となり得る白く光る濃いガスの塊が鮮明に映るため、さらなる宇宙の謎の解明に役立つという。個人としては宇宙で出るような星が生まれて人類ができるか、そういったことを解明したいと。そういう人がみんな集まってるとか、すごいね、やっぱり。
Thank you.